明治維新の立役者坂本龍馬。幕末の京都で龍馬が成し得た偉業の数々、新たに解明される幕末の真実とは。その生涯を日本の未来に捧げ、京都に眠る坂本龍馬の物語。京都ロマン悠久の物語、日曜夜9時放送。お見逃しなく。